暑いっす。暗いな。日傘さしてたら暗いですが、おはようございます。今日は8月の6日っすね、日曜日ということで、今日はね XEDAO のオフ会です。オフ会に行ってきます。で、集合場所までね微妙な距離なんですよ電車で行くほどでもないけど、歩いたら20分30分かかるっていう、電車で行っても20分30分かかるっていうような微妙な位置の集合場所なので、久々に日傘登場。久々っていうか今年初めての日傘の出番ですね。20分歩くんで。でもさすがちゃんとした日傘は涼しい、いい感じっす。じゃあ集合場所までもうちょっと歩きですね。行ってきます。シャキン。おはようございます。前乗っていいんですか？お邪魔します。おはようございます。おはようございます。何のビデオこれ YouTube 出していいですか？あ、いいっすよ。カメラさんもいいですか？大丈夫ですよよしイグ逃走中。自分のバッグなの。秋社長が、ココさんはココさんっぽいし、私は私っぽいけど、ハモリアさんはギリハモリアさんじゃないって。どういうことや。ハモリアさんハモリアさんっぽくないって。ハモリアさんはさってどう思う。ふわっとしとるとこやろか。どういうイメージだったんだろう。秋田町でも1回目の時の印象なかったって、2回目あって、あ、ハモリ屋さんですか感じだったけど、トッピーさん、トンさんは秋田町に会ったことない。まだか。ボイチャで。そうやね、昨日言ってたね。3回くらい少しか、話したことあるけど、トンさんはあかんって言われて。トンさんはあかん、綺麗すぎるって言われて、闇すぎるって。どういうことや。会えへんねや。じゃあ会ったらあかんねん。毎回タイミングがあるイグがいます。イグいろんなとこにいる。イグここにもいる。イグ頭が突っ込んでる。せやねん、持ってないね。みんな同じやから。なんかこういうのつけとかんと全員同じになる。 T シャツはイグ。やたらピョンコにはすごい派手やつですね。 T シャツと帽子はイグできました。そうそう。なるほど。みんなイグや。これ何のつどいやろ。風が強いな。台風が来てるからか、風が強い。ちょっとなんか雲行きも怪しい。何それ。サクサクに。これでみんなで臭くなりましょうか。別に。風強いね。台風が来てる。あ、東京帰るときはもう、ね、そこからはこもるしかないんで。昨日ケンチョロさんとお話ししても、ゲームに対する思いがすごくそんなにしたっけ。もりもりとメラメラとそんなに。まあね、やりましょう。けどこれ今、まあ、だから6日、1週間くらい行かないとこだったから。アンギャのためにね。だからそろそろパソコンの猫の耳がこうなんか病気みたいにできて診断症状が普段ほんとそこしかしないんだ。そうか。なんか帰ったらもうちょっとこもりついてもらって診断症状。私はご当地のラーメンとか買っていいね。食べる。いいね。あげんよ。あげんのかい。
日の丸ケースや。すごいすごいすごい、初めて見た。マネデミアの日の丸のケースや。マネデミアの方マネデミアの方。そんなちょっとにな、君は。かわいいやつ。完全にイグオフか。ちゃんと日の丸女と XE で、ね、申し訳ないけど、ね、お前お前これどこに置いたり、ここに置いたり。え、自作秋社長のお店からありがとうございます。たこ焼きや、そうそう見たことない、たこ焼きのことだね。美味しそう、美味しそう。たこ焼きも凝りますね。おばちゃん作ってんの一番良さそう。恥ずかしい、恥ずかしいか。あ、これそう、これでぶっちょって挟んで、あの、一回で。はい、素晴らしい。ジンジャーエールの炭酸抜きって言うんですよ。あー、わかりやすい。わかりやすい。どうぞ、結構。回りますよね。もう溶きましょうか。はい。あさちゃん、手上げて。手上げますか。持ってきましょうか。チェリー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 、これはどこですか。大阪。でもこれ YouTube して、あ、全然ない。タバコ庭でもいいですし、あ、みんなのみんな用に。そう、吸わないけど、お客さん来た時にタバコ吸わはる人いるから、すごいな。あんた吸っていくの。あかんわ。あかんことになってまった。あかんことになってまった。こうしたらね。3対7やな。3対7、3対7。9ぐらいですね。相当入れるくらい。1対9やね、1対9。もうちょっとな、見て、ほら、3対7や。違う？逆。あ、でも、しょうちゃん曰く、最初泡をいっぱいして。あ、そうですね。これは間違いないわ。お。さすが2回目、綺麗。ちょっと待って、まだ5対5ぐらい。なんでこっちに、おー、すごいすごい。おー、綺麗になってる。匂いする。なんか匂いする。なんか匂いする。おー、膝の上に。おー、綺麗綺麗。膝の上からも。そう、靴で。じゃん、もうたか焼きだ。久々に食べるな。全然分かんないから大丈夫や。これそこの皿取ってもらいます。これで回していってください。できた。ドッピーテー、ドッピーテーありがとうございました。何から何まで、すごいおもてなしでした。じゃあハモリ屋さん運転で二次会の、二次会じゃないな、本祭、メイン本祭、本祭本祭ちゃうな、何宵山。歩いてってるけど、あ、ノーパスで来たんじゃないの、ね、今タクワクさん迎えて、多分あのタクシーをどうこうなるね。
あるので、うんうん、一番向こうの車線に入った方がいいってことですね。さあ、前のタクシーを追えというミッションが、はい、守屋さんに制してるので、これはなかなか難易度高いですよ。ちょっと黄色は無視の、黄色は無視で取っちゃダメなやつ。前誰乗ってるんでしょうね。4人乗ってますね、うん、おっさん5人が乗ってんのかな。結構来てる。だったらまたあのこのボケの連鎖が、ボケの連鎖あ、でも関西弁同士で、そうやね、大丈夫でしょ。もうちょっと行ったら、うん、ナビでは斜め右、右、あ、ほんまや、右に行きますわ。あ、ほんとだ、さすが。さて、二次会というか本番というか、お疲れ様です。こんにちは、お邪魔します。おー、どうもです。どうも、お邪魔します。ヤクルチョさん、結局なんで YouTube 上げて、おー、かわいい。赤木さんが、赤木さん、赤木さんからお守りをいただきました。かわいいな、かわいいですね。ありがとうございます。はい、わかりました。9月6日は、関西国内の皆さん楽しくいただきましょう。乾杯。乾杯。お願いします。嬉しい。1回くらい朝起きてる。